皆さんこんにちは、クラスのヨサです。クラスのナローです。はい、本日はですね、韓国初のコーヒーリンクさんっていうブランドの新しいコーヒーフィルターを紹介したいというふうに思っております。で、はい、各それぞれ僕たちも今販売しているエイプリルだったりとか、まあ、カリタウェーブ、シバレストさんと比較して、まあ、この新しいフィルターがどう違うのかっていうのも検証していきたいと思いますので、ぜひ最後までチェックしてください。コーヒーリンクさん、はい、ね、何者なんですか？何者まあ、この前ね、僕、ブさん、ブさん、はい、一緒に、ナル君と一緒に行って、はい、動画を見てくださった方も多いですかね。はい、なんか、パーティーがあって、ナル君なんか DJ してた。ああ、しましたね。こんな感じでやってた。はい、本当、よくない。そこで声かけられて、いろいろこういうことをやってるんですと。生豆であったりとか、まあ、コーヒーの、そのセミナーであったりとか、まあ、コミュニティイベントであったりとか、すごく幅広くやられているブランドの方に声かけられて、まあ、ぜひ一緒に何か今後もやっていきたいですよねっていう中で、まあ、いろいろ並行して進んでるんですけれども、その一つがまあこのプロダクト、新しいこういうペーパーフィルターを販売してるので、ぜひなんか日本で取り扱ってもらえませんかっていうふうに今声かけられています。それで、早速僕たちもちょっと検討して、そうですね、取り扱うどうかっていうのを、どうかですね、はい、はい、まあ、この段階で、ぜひ皆さんにもちょっと紹介させていただいて、皆さんからのフィードバック、ご意見も聞けたらなっていうふうに思っています。こう並んでる、まあ、これですよね。そうです。中が開けたら、まあ、こういう感じで入っていて、はい、面白いのがこれで60枚なんです。めっちゃでかいんですよ、ね、なんか最初ブルワーかなっていう、そうそうそう、うん、なんかセットかと思ったんですよ。そうそうそう、何かいろいろカラフェとドリッパーとかセット入ってるのかと、はい、ペーパーだけでこの大きい箱になってるんですけど、理由がめっちゃ柔らかいんですよ、はい、ペーパーが5枚綴りで重ねてっていうんですよ。高くなるんですよね、うん、カリタさんとかだともっと何十枚一緒にとか、エイプリルだと10枚ずつでワンスリーブになってるんですけど、これがもう5枚ずつなんですよ、ね、柔らかいやつで、僕机の上に置いてたらすごいふわって広がっちゃった、うん、それだから要注意ですよね。そうですね、他のフィルターもね、うん、フィードバックであったりとか、これなんとかならないんですかっていう質問とかよくいただくんですけど、開いてしまうっていう、開いてしまう、これは素材が非常にやっぱり特に柔らかい、これは要注意なんですけども、うん、やっぱり一番その触った瞬間違うな、そうですね、全然違います。わかりますよね、うん、素材が全く違う、本当に全然違います、うんうん、すごい長い繊維というか、はい、見た目ですけどね、すごいまっすぐの繊維になってて、うん、触り心地はガーゼに近いかなっていう、うん、なんか違いない、ペーパー、ね、ペーパーというよりも、うん、ガーゼ、ガーゼっぽいコットンみたいな感じですよね、コットンっぽい、うん、で、例えばカリタさんとかだとすごくこう繊維というよりはなんか面でこう圧着シールの感じですけど、こっちはすごくこう横に走ってる繊維感みたいなのがあって、うん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 、肌触りも違って、ね、で理由がその使われてる素材が違って、ウッドパルプ使ってるのとリオセルっていう服、うん、に使われてる、ちょっとリネンとかに似てるんですけど、服に使われてる素材を用いてるんですよね。それはなんかヨーロッパから入れてるらしくて、韓国で実はこの成形までして、ウッドと混ぜて成形してるっていうもので、でも絶対味違いますよねっていう、うん、もう間違いなく違う雰囲気になるんだろうなっていうふうに思っていて、リオセルの特徴をカンニングすると水を吸いやすいっていう特徴があるんですよね。吸水性がちょっとあるとかっていうのがあって、ちょっとだけ実験してみようかなって、うん、あ、いいっすね、ぜひぜひ。そう、ペーパーがどれぐらいお湯を吸収するかっていうところをちょっとやってみようかなって。こっち今ドリッパーとペーパーで、手足してる状態で 50g お湯をかけてみようと思います。51.5 ぐらいですね。はい。で、ちゃんと水切ってあって。うん。なんで50お湯かけて 13g ぐらいお湯を吸い取ってるんですよね。はい。じゃあ次、これカリタさんですね。はい、で、こっちも 50g。うん。3.6g。全然違いますね。全然違いますね、うん。なんで、ペーパー自体が吸水性があって、お水を吸い取ってくれるっていう効果があるんで、うん、じゃあそれって味にどう影響あるんだろうみたいな今全く未知数ですけど、うんうんうん、なんでそれぐらい素材感として全然違うものになってくるって感じです、うん、ちなみになんか今やったこの濡れたペーパーも、うん、
布ねえな、ほんまにこれ、うんね、紙と言える 傷口癒してくれそうなでメーカーの担当者さんとこの間実際日本来てくださって商談をしたんですけど、その時にあの絞れますみたいな、うんうん、実際ギュッてやってこれはそう新感覚です、ね、新感覚です、わこんな感じで絞っても絞っても全然破れないみたいな、あマジで破れない、破れないんですよ、強いんですよね、すごい。ちょっともうちょっと引っ張ってみ、あ、ここ破れる、うん、ちょっと引っ張ったら、まあさすがに破れるけれども、はい、結構強い感じ、はい、うん、結構強いですね、なるほどですねっていう感じなので、まあ、そういうちょっと素材感としてはそういう特徴がある、うん、で、じゃあ実際にじゃあ入れてみて、まあ、味どう違うか見ていきたいと思います、はい、はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。いつもありがとうございます。ありがとうございます。今日使ったコーヒー。はい。こちら。はい。ガンダキューバでございます。あの、ファンキーナチュラルっていう、あんまりクラスではいつも出しているタイプではないタイプの生成方法のもので、結構発酵感もありつつパンチもあって、でもあの案外こうさらっと飲めてしまうような、実はあんまり好きじゃないですけど発酵感って、でもこれこのコーヒーは全然美味しい。エスプレッソで出してますよね。そうですね、はい、なんか美味しい。ドリップでもめちゃめちゃ美味しい。美味しいです。実際どうでした、あのやってみて。やってみて、うん、タイムで言うと実はそんな全然差はなくて、ここえここそうなんや。ただやっぱこカリタさんが少しだけ長くて、あのちょっと今回ちょっと粗めっていうのもあるんですけど、うん、カリタさんが少し遅くて、うん、でシバリストはとここら辺がだいたい同じぐらいですけど、この2つエイプリルとハイフラックさんは早かったです。はい、シバリスとはやっぱりちょっとあのピチッとくっつく関係もあって、あのゆっくりな時はあります。ただなんか目詰まりそうとかっていう雰囲気はなくて、もう一定でスーッとずっと落ち続けるみたいな、うん、そこらはやっぱさすがだなっていう感じです。ちょっと味わいをじゃあ見てみましょうか。うん、うんうんうん、長いですね。残念。こうすげえ、いやすごいおもろいこれ、ほんま、うん、この味、まあ、冷めてきたらやっぱりねより顕著に。どうですか。いやなんかそれぞれが全部結構特徴があるから、うん、まずそのタイムのところが結構びっくりしたっていうか、僕もちょっと初めて見させてもらったんで、うん、結構その吸水性があるっていう話じゃないですかこれが、うん、だから普通に考えたらちょっと遅いのかなと思ったんですよ、うん、あなるほど。だけどもそれは吸水性のところだけであって、まあ、そのやっぱ素材の違いで、うん、その落ちるスピードも同じになるのかなっていうのはあったので、まあ、それがすごい興味深かったなっていうのはありました、ね、うん、厳密に言うと違いますけど、ちょっと違うけど近い、うん、近い感じですね、うん、この前もエイプリルとカリタのペーパーフィルターの違いであったりとかも検証させていただいて、うんうん、なんかまあ、カリタさんとか、エイプリルさんとか、シバリスさんとか、僕たち使い慣れてるので、その傾向はやっぱり出てるなっていう中で、また、全く違う味わいになってるっていうのはありますよね。なので、やっぱりまあ、カリタさん、でも傾向としてはもうちょっとどっしりとした、ボディ感のあるような味わいやって、まあ、エイプリルさんの方がもうちょっとスッキリとした味わいですよね。ですね。シバリスすごい甘みがあって、あの、バランスもすごく取れてて、美味しくて、だから本当に僕的にはこの新しいやつって結構そのシバリストさんと近しいその使い方ができるのかな、うん、まあカリタさんとかカリタさんとエプリルさんはまあこういう味わいになるんだろうなっていうのが僕の頭の中だって結構その通りになるんですけど、うん、シバリストさんとかは結構やっぱ面白いんですよね、その、うん、想像した味わいと結構違う味わいになるっていうのがなんか、うんまあ、さすがそのコンペティション用だったりとか、プロ用だなっていうのはすごくあって、うん、で、これもなんか想像した味と全然違うような、あの、味わいになったっていうのがあるので、うん、甘みとか、そこのボディ感であったりとか、酸質であったりとか、なんかこの3つとなんかまた全然違う味わいじゃないですか、これ。そうなんですよ。はい。だからまあ、そこが素材のところであったりとか、うん、まあそういったところなのかなっていう気はしてるけれども、うん。僕も全然違う。なと思いましたね。そう、カリタさんがすごいボディ感がある、ドシンとするんですよね。今回タイムで言うとほぼ一緒で、この子だけちょっと早かったぐらいの感じなんですけど、うんうん、でエイプリルはスッキリ、あの結構軽やかな味わいになるなっていう。
なんで今回中入りですけど、サイリとガラともっとあの明るい産出になるかな。僕の中でシバリストはやっぱシバリストっぽい味の傾向はあるなと思っていて、酸味の圧倒的なこうクリアな感じ、うん、スパンって明るいね酸味みたいな、このあの浅入りじゃないですけど、すごい華やかな感じがすごい感じられるっていうのは良かった。でこの子が結構いいとこ取りしてきたなっていう感覚がありました。なんかここの狩田さんのボディ感もちょっとあるんですよね、うん、でちょっとシバリスト寄りの酸味と甘みがすごいバランスは割と取れてて、なんだろうな、どの焙煎度合いでもいけそうな。うん、シバリストすごいいいなと思うのは、うん、すごくキレのある酸ですよね、うん、でキレのある酸とはその甘みが混ざることによってなんかまた違ったその甘さが出てくるっていうのがすごい特徴的で、うん、こっちがもうなんか丸い感じ、うん、分かります。だからまたそのそれでまた違った甘さが出てくる、うんうん、だからこれとこれにないその甘さっていうのがこれにあるから、うん、バランスめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいです、うん、好きな味わい、面白い味わいだなっていうふうに思います、ね、なんでなんだろうっていうところは、そうですよね、なんでなんだろうですね。きちっといろいろ他のコーヒーとかもやってちょっと解明していきたいですけれども、ね、うん、いいっすね、いいっすね、うん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 、いい、うん、これいいっす。シバリストのキレやっぱすごいよな、うん、唯一無二のキレ こ, この子はやっぱ値段違うだけあるよねって感じします、うん、バランスはめちゃくちゃやっぱいいな、うん、これ素材のところだよねきっとね、ここの違いは、うん、いや良かったですね、良かったです本当に、うんうん、なんでなんだろう、気になるお値段は、あ、気になるお値段、いやまだまあ条件面は多分すり合わせるんですけど、うんうん、狩田さんよりはちょっとお高めで、うんうん、ただシバリスさんよりは多分半分以下とかもっとかな、あ、安いなんでエイプリルさんと少し近いぐらい、まあもうちょっと安いかもしれないなっていうところですね。で、あのちなみにこれ 2サイズ、あの155サイズのちっちゃいやつと、うん、この185サイズの大きい方が一応あるんで、まあ、取り扱いとしてはどっちもになるかなと思うんですけど、なんで取り扱いの可能性としては 90% ぐらい、めちゃめちゃあるやん、それ取り扱わんやん。もう条件だけです、条件だけ、あの確認して、もう、まあ、どれぐらいのロットであったりとか、ね、あ、本当にそうですね、もうそこはのところであったりとかいろいろありますからね、うん、はい、どういった人になんか使ってもらいたいとか、なんかナノ君とかあります、もし取り扱わさせていただくのであれば。あ、そうですね、まあ、今この平底のドリッパーを使っていて狩田さんのペーパーを使ってるっていう方であれば、ここからもうちょっとだけ踏み込んで味わい変えてみたいなとか、うん、浅入りのコーヒー入れたけどなんとなくこうもうちょっと明るい酸味期待してたのにあんまり取れないなっていう時に、この子を使ってもらうと、ここはかなり違います、この狩田さんとここで味が全然違うんで、全く違う、そこはぜひ体感してほしいですし、新しいコーヒーのちょっと体験になると思うので、そういった方に、平底ドリッパーユーザー皆さん全員です、みんな全員一度そのペーパーで味わいの違いっていうのを確認し、その平底で確認したいなっていう方にとってはぜひちょっと試していただきたいなっていうふうには思いますし、うん、シンプルにこのなんか感触なんかみんな触ってもらいたいですね、触ってほしい、うん、確かに初めて触った時もびっくりしたから、うん、こんなんでこんなペーパーフィルターあるんだと思って、うん、結構本当にいろいろ見てきましたけどね、あんまりこの手のやつはなかったですよ ね続報を楽しみにしててください、はい、です、ね、なんか他のコーヒーもちょっといろいろ試してみて、そうですね、うん、はい、今回はコーヒーリンクさんのペーパーフィルター紹介させていただきました、はい、9割取り扱うということです。9割。うん、ぜひ、楽しみにしていただきたいですし、まあもちろん引き続き僕たちも、実際取り扱うまでに、まあいろいろ検証はしていきたいというふうに思うので、もっとこういうのをちょっとやってほしいな、であったりとか、なんかご意見、ご要望あったら、ぜひぜひコメントまで、どしどし、書き込んでください。はい。お待ちしております。はい。それでは、今日はここまでですかね。はい。今度が良かったと思ったら、ぜひ、チャンネル登録、いいね、ボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回までありがとうございます。